それでは、光で制御可能な、アクティブ液晶ドロップレットについての、研究内容について報告します。液晶は皆さんもご存知の通り、広く、ディスプレイ材料なんかに使われていますが、こういったディスプレイだけではなくて、濃度の濃い、濃厚溶液にすると、タンパク質や DNA なんかも、液晶状態を示します。その特徴は、分子が配光を並ぶことに並んでるんだけれども、柔らかくてフレキシブルであるというような特徴を持っています。ここは非常に長い長距離の分子間相互作用があることによって説明できます。で、近年、こういった液晶材料っていうのはアクティブマターのプラットフォームとして非常に注目されています。例えば、これはですね、液晶の中に、バクテリアなんかを入れて、その運動を見てみると、液晶の、配光に沿ってこうバクテリアが運動するといったような様子が観察できます。から、これをさらに発展させて、液晶を、こういった下地によって配光処理をしたところに入れて、液晶を入れて、そこに同様の実験をすると、バクテリアはそれに沿った、分子の液晶の分子の配光に沿った運動が制御されるというようなことが分かっています。さらに、こういったアクティブな液晶ドロップレットですね、液晶のこの場合はカプセルですが、この液晶を、運動を予期させると、この運動は実は、数点の、トポロジカル欠陥と呼ばれている、液晶の配光が決まらない点、この運動性によって全体の運動性が定められると。これも、長距離の分子間相互作用が及ぶことに、起因する、特典型的な運動性の、液晶の運動性の例かと思われます。で、こんなふうにですね、いくつかの特異点の運動を中心に、液晶カプセルの運動が制御される。一方でですね、最近のこのアクティブドロップレット、アクティブマターの研究の中の、ドロップレットの研究の中で、特に、活発に研究されているのが、界面活性剤溶液中に入れた、アクティブマタードロップレットの研究です。そこでは、界面活性剤溶液の中にですね、こういったドロップレットを入れると、一部がですね、表面で、溶解が進むことによってですね、その液滴の内部で、マラゴニ対流が発生し、その対流を運動源として液滴が動くというようなことが知られています。また、この運動性は、さまざまな実験条件や大きさ、サイズ等の条件によってですね、さまざまな運動形態を示すというようなことも知られています。一方ですね、この液晶材料っていうのはですね、光との親和性が非常にいいということも知られています。これは池田グループの研究、有名な研究例ですが、液晶高分子に光を当てると、屈曲運動をすると。これは光応答性分子を含ませることで、また長距離の分子運動を予期することで、長距離の運動性を発現して、物体が動くことを利用している現象です。そこでですね、我々は、研究の全体ターゲットとして、このアクティブマター、液晶でできているアクティブマターの運動性を、じゃあ光で、制御することは可能なんだろうかという、アイディアで、研究を進めています。それで、すなわち、液晶ドロップレットですね。液晶でできているドロップレットに光を当てて、その運動性を制御しようということです。
で、本日は、この3つのトピックスについてお話ししたいと思います。